まずは関西電力庄川水力センターの水力発電所の仕事。砺波市の小牧発電所では小牧ダムに溜めた水の力を使って電気を作り出しています。庄川水力センターは町や家に安定して電気を送るためにこの発電所を守る仕事をしているんです。お家での仕事はなんとフルーツで電池を作るオンラインアトラクション。灰色の亜鉛板と茶色の銅板をレモンに差し込むと、電子メロディーが鳴りました。鳴ってるよ。鳴ってます、鳴ってます、鳴ってます。バナナでも同じように音が鳴ってみんな驚いていましたよ。フルーツで電池を作れるのがびっくりしました。なると思わなくて面白かったです。